姉ちゃんは3時間休やりました。えらい今日やったよ。朝にめっちゃやったのね。朝すっぴん配信して、次はお着替えじゃメイク配信して、その次に、メイクじゃヘアセット配信して、今こんな感じだったの。かわいいだろ。上待って、だって15分からって言ってたよ。こんばんは。15分からのお約束じゃん。なあ早くない？せやな、早いな。耳で生きていく。今日レイコさんと会えました。お話できました。やったやったね。お話できました。来ましたよ。いやでもやっぱ一人だと寂しいね。今誰もいないんですよ。はい、あれこれ私2回目の配信か。あ、この配信何時から何時まで、テロップに書きます。この配信は19時まで。やべやべ、ち待って、まで、とりあえず19時までで、次が20時から21時までで、21時から22時がそうですよね、合ってますよね。ち待って、次回は20時から、待って、あー待って、トロップ今うまくいかない。ちょっと待って、ちょ本気で本気で書きます。19時待って、バックとか言うのかな、バックは待って、もうダメダメ、ちょっと待って、この枠は19時で、どう、次枠とか言うのかな、これ合ってる、ちょっと携帯が落ちそう。うん、オッケー。なんかさ斜めってるよな。はい書きました。あ ZRX さん、猫ちゃんありがとう、にゃんにゃんありがとう。はいよし来ました。あかき氷もありがとう。あソフトクリームもたくさんありがとう。これ芸研の椅子ではないね、同じだけどまた別の場所ですね。一人で居酒屋は多分回せないやばい、めっちゃ気まずいから。今日の夜ご飯は牛カツ、うわー絶対美味しい。今日夜ご飯はねまだ分かりません、私決めてないよ。買いに行こっかな。美味しいこれ。本気出してテロップ書きました。はい、どう？スパーク翔一さん、ハートありがとう。やばい、マガをスクショされちゃった。終わった。仕事帰りで運転するからコメント的な配信見てる。あソルトさんお仕事お疲れ様、見てくれてありがとう。ぜひラジオ感覚で聞いてってください。ナミテン、ナミテムかき氷ありがとう。スパーク翔一さんハートたくさんありがとう。あナミテムもかき氷たくさんありがとう。字枠、字枠なのかなこれ、やっぱ読み方はわからないっていう。んあまたさんハートたくさんありがとう。そう初ハーフアップ、みんな見たことないし、私のハーフアップ初めてやったよ。ほら初めて天奈にねくくってもらったの、可愛くしてもらいました。ソルトさん食べてありがとう。20時から入られへんかもしれないが先に投げとくね、ありがとう。これさバグかな、なんかさこうなんか
配信の下にさバーっているじゃん。でさハートとか投げてくれたら見えるじゃん。なんか誰もいない、誰もいないんだよね。私が孤独で、孤独にど真ん中立ってんだけどさ、これバグかな。みんな見えてる、これ動いてる、大丈夫かな。ナミテム猫ちゃんありがとう、にゃんにゃんありがとう。仕事帰りの電車の中です。あまたさんお仕事お疲れ様。あフォローしました、ありがとうございます。ぜひ応援してください。あ次枠でもどっちでもいいのか、次枠でも。としあんさんハートたくさんありがとう、髪かわいいありがとう。似合ってますか、やったね町田商店。まず町田商店、お腹空いちゃった。やっぱめっちゃ最近全然行けてないから行きたい。ハーフアップもめっちゃ似合ってた、かわいいありがとう。バグ感もたまにある。あでもよかった、コメントはみんなのコメント読めてるから。じゃあさんハートたくさんありがとう。なみても流れ星、レインボースターか、レインボースターありがとう。バグだね、貼り直した、治る、終わった、貼り直せない、終わった、かわいいありがとう。更新は多分できない、頑張ってください、ありがとうございます。こっちは普通に見える、じゃあ私が孤独なだけか、うん、寂しいな。同じ沼界隈なの来ました、伊藤ちゃんありがとう、ありがとうございます。あ、マスノリさんハートたくさんありがとう。やっぱ一人だと寂しいですね、孤独。やっぱ紅茶がめっちゃ美味しい、あぶ美味しい、これよし。その髪型かわいいね、ありがとう。今日はハーフアップしました。なんかないかな、なんか。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。レイコとお話しするよ、もうめっちゃ楽しかった、もうずっとにやけて。なんかね、あの本当にすごい嬉しいことに、なんかチッヒーさんと会うたびに毎回やっぱレイコに似てるよねって毎回言われるんですよ。めっちゃ嬉しい、やっぱ初期のレイコに似てるよねみたいな、めっちゃ嬉しい本当に。仕事で落ち込んでたらゆまちゃんのショールームの通知来た。あーそうなの、しんちゃんお疲れ、お仕事。いやぜひ私で癒されてってください。あチルトおやじヤッホー。なるほど、ちょっとさ一回さちょっと探しに行っていい、始球式私ね見れてないんですよ。どうでしたか皆さん今日。おいしい、なんかしたいな、でも何にもないんで。そうしかも一人だから寂しいよね、一人って。キューキってさやっぱめっちゃ賑やかじゃん、だからなんか一人の時はめっちゃ寂しくなります。あまたさんかき氷ありがとう、ありがとう。あまたさん高3です、高校3年生17歳、はい来年の3月に18歳になります、成人です。こんばんは、探し物なんですけど見つけにくいものですか。いや全然なんか普通に探索したいなって、なんかあるかなみたいな。明日は有給休暇で PSG のサッカー見に行く、ゆまちゃんはサッカー好き。ね私サッカーあんま詳しくなくて、でもおばあちゃんがねすごくサッカー好きなのでたまに見てました、一緒に。あんまり知らないんですけど。カラオケはいつするの、そうカラオケしたいんだけどさイヤホン必要じゃん。でも私さあの有線のイヤホン持ってなくて、だからまあこの配信このイベント終わりにしよっかなみたいな。どう、えイベント中した方がいいかな、どうなんだろう、悩んでます。私あんまりそんなに歌が得意なわけじゃないから、そうちょっとねなかなか一歩踏み出せないでいる。やりたいと思ってるんだけどね。
チーム3人で配信したいの。そう、ちょっと今日レッスンがあって、その明日の公演メンバーのレッスンがあって、それでみんな借り出されてます。だからチーム今私だけいい、こっちか、こっち、閉店後の居酒屋みたい、もう閉店してます。そう、意外と若い。え、どんくらいに見えますか皆さん。私何歳くらいに見えますか。こんばんは。そう、カラオケ4日投げたし総選に乗ってね。ナミテムが私の公演3回目に来れますように、3回目っていうか私の3回目の公演に来れますように、そう、来れますように。千秋さん、かき氷ありがとう。右手いい、逆、あ、合ってるかな。ダイソーでも売ってる。でもなんかさ、携帯にさつなげるなんかアダプターみたいなのがちょっと難しかったりするじゃん。え、置いてるんだ結構、意外と。15歳に見える人もいれば20歳くらいに見える人もいるのか。あ、くつひまさんこんばんは。結構こんばんは。あ、かきあきさんこんばんは。そっちだってる、いい、こっちかな。呼んでる、呼んでる、呼んでる。サラ、ヤッホー。はい、遠くから来ました。千葉県出身です。千葉県出身、今大阪にいます。はい、3回目の公演も投げたけど当たるかな。ぜひ天田さんが当たりますように願っておきます。かわいい髪型、かわいくなってる、ありがとう。髪型変えました、ありがとうございます。こんばんは。ひとしさん、ソフトクリームたくさんありがとう。いや右手逆、え、こっち、こっち、あ、とりあえず両方やっとく。なんか猫のひげみたいでいいね。靴ひも食べた、ありがとう。靴ひもさん食べた、ありがとうございます。かわいいじゃねえよ、これ私服です、これめっちゃ私服、どう、かわいいでしょ。2週50カウント一休み、ただくんありがとう。もう早いね、2週50カウントしてくれてありがとう。ていてい、ハートたくさんありがとう。天田さんもかき氷ありがとう。バグは右上のメニューから更新で直るはず。右上メニューないよ、なかったです。あ、4日ね、4日投げるね。あ、4日投げてくれるの。やっとサラと会える、その公演で。初日公演、あ、初日世代交代前夜公演の初日デビューがもしかしたら4日かもしれないってこと。え、嬉しい。ぜひうちわとか作ってきてね。そしたらもう爆レス、もうコンマで爆レス。私服かわいい、ありがとう。私服だと大人っぽいけど制服だとやっぱ JK だよの。本当？そう、一応ね、私服がね結構大人っぽいからそうなのかな。一応 JK です。シャワー浴びてきたので今参上。とんちゃんやっほー、すっきりしましたか、シャワー。そう、定番の肩出し、本当に私ね肩出しとか好きなんですよ。とんちゃん、アイスクリームありがとう。これ食べてるんですね、これ持って食べてる不思議。4日僕も投げました、え、嬉しい。靴ひもさんもぜひ当たりますように。これで絶対みんな当たるはず。2週も髪型なんでも似合う、嬉しい、ありがとう。ハーフアップにしました、初ハーフアップ、みんなに見せるのは。こんばんは。西山ちゃんで NMB 始めた、え、もしかして NMB 新規の方ですか。え、そしたらめっちゃ嬉しくない。私の本当に夢なんですけど、夢は NMB48 西山ちゃんで知りました。これめっちゃ嬉しい。そうなれるように SNS の発信とかも頑張っていきます、頑張ります。カウントしに来てよ、シャケさんありがとう。大好き、キリミちゃんじゃん、大好きだよ。さっきが
カオス配信やったので、なんて静かな配信、本当にね、さっきはもう動物園でした。やっぱ空気が全員いたからね、みんな全員じゃないけど6人くらい、やっぱ空気がね6人もいるともう普通の人を50人分くらいのうるささなので本当にね、すごくうるさいから皆さん気をつけてください。空気の配信は土日しか公園行けない地方民、あー父ちゃん、でも私もいつか土日で公演するのって、その時絶対来てね、絶対。あまたさん、かき氷ありがとう。 NMB はユマしか知らんけど、さすがにそれは好き。え、じゃもしかしてスー君は NMB のことは私で知ってくれた感じですか？それは嬉しいね、さすがに。かき氷たくさんありがとう。こんばんは。次の金曜日投げました、当たりますように。多田くんが公演当たりますように、絶対当たります。はい、石山さんかわいい、ありがとう。また経験みたいな、本当にね、私もね芸研もめっちゃそう、なんか結構前の芸研とかは結構ライブリハで、私もライブリハに慣れてないのですごくバタバタしちゃってたし、初日もあったから公演のバタバタしちゃっててあれなんですけど、でももうもうバタバタしてないので、ぜひ経験さん待ってます、待ってます、経験さんめっちゃ待ってる。初見です。本当かな。でも見るのちゃんと見るの初めてのかも。ご飯粒さんって名前初めて見たかも。初見かな、ほんまかな。もう今私たち旧規制はね初見詐欺にあってるので疑心暗鬼ですよ。土日に週末出るまで申し込まないでおこうか。え、じゃあ私が土日公演出て、それその公演に当たりますように、どんちゃん当たりますように。こんばんは。私の姉がアニメ好きなので NMB に可愛いアニオタがいるって教えてくれた。え、嬉しい。だから2週前に出会えてよ、嬉しい。ピコありがとう、ピコさんありがとうございます。嬉しいね、アニメかわいいアニオタ、かわいい、ありがとうございます。アニオタなので結構ゴリゴリの、人生アニメで生きてきたって感じなレベルのゴリゴリアニオタなので。 PS5 持ってない。うん、ホラーゲームはちょっと微妙かな。多分でもほんと騒いでて多分もうやばいと思う。もうイヤホンは絶対にダメだと思う。目指せ芸研マスター、目指せ芸研マスター。本当にゲーム配信、みそにあの配信待ちなう、星集めかな、頑張ってください。配信待ちなう、じゃあぜひ楽しんでってください。シャケさんどうも、初見です。本当かな、初見マークついてないけども、まあ初めまして、じゃあ初めましてって言っときます。ナイトワン食べた、ありがとう。明日ワイエネの覇者が芸研ない、そう、なんか明日はねお休みみたいですよ芸研。楽しみくんなので今から大阪までスキップしていこうと。終わったあれやん、なんか数学の授業とか出てくるやつやん。太郎くんは時速5キロで歩き続けますみたいな、サラは時速 8キロでスキップし続けて大阪まで来たら何分でしょうかみたいな数学かなご飯粒さん、かき氷ありがとう。西山さん、公演メンバー表に名前あった、もちろん応募したし。なあ早富さん、今度は私を公に応援してくださいね、これからよろしくお願いします。早富さん、ご飯粒さん、ソフトクリームもありがとう、ありがとう。初めまして初見さんありがとうございます。あ、千秋さん、ソフトクリームありがとう。あ、秋さん、初見なのにかき氷ありがとうございます、ありがとう。西山さんに会いたかったから来たの。え、嬉しい、ありがとう。もうね、美空のお宅かな、もう中西も毎日仲いいので、もういつも連絡取り合ってるし、ぜひ中西で押してください。ありがとう、でも会いに来てくれて嬉しい。
嬉しい、ありがとう。鮭さん、早く西馬ちゃんの出る公演に入りたい。ゆうゆうさん、ぜひ。もう私結構ね、もうバンバン公演出るので、頑張って頑張るので、ぜひ入ってください、予定が合えば。あきさん、ソフトクリームもありがとう、ありがとうございます。非常ボタンの存在感、確かにちょっと存在感あるね。ちょっとちょっと、あ、でも角度的に入っちゃうな、ごめん。存在感、もうこいつは仲間。これから自転車乗るんでしばらく反応できないかも。大丈夫だよ、アムダさん、自転車頑張って、頑張って、こいでこいで頑張って。僕は本当初見です、ちゃんと初見が、初見マークついてますね。なんかすごい、さっきプロフィールとかも見てくださってめっちゃ嬉しかった。ぜひ知ってください、私のこと、この配信でもっと。ケイチットさん、ありがとうございます。当たる、正解。電柱当たった、今日朝僕、大丈夫、電柱に当たっちゃったのかな、朝大丈夫ですか、心配ですね。こんばんは、こんばんは。浦部さん、食べてありがとう、食べてありがとうございます。みそらちゃん推しです、もっと中西の写真見たいです。もうめっちゃね、びっくりマークで。フルーツパフェさん、初見さん、ありがとうございます。みそらちゃん推して、もっと中西の写真、なんかでもなんか中西なんか仲良すぎて、なんかめっちゃ遊んだりするんだけど、なんかもう逆になんかもう写真とか全然撮らないんだよね、わかるか、なんかさ、仲良すぎると写真とかも撮らないみたいなさ、その次元まで今来てるから、マジで写真全然ないんだよね、意外と。ちょっとたくさん撮りますね、待っててください。中西推しの方、遊びに来てありがとう。もちろんす、がっつり応援していくよ、ありがとう、待ってます、いろいろもう楽しみ。はやとみさんの、ゆまちゃんのうちは作ろうか迷い中、え、迷った時はやった方がいいよ、やんなくて、やらないで後悔するよりやって後悔、私はこの精神で生きてるので、やらないで後悔するよりやって後悔、もうやりたいことは何でもやってます。ゆまちゃんは手作りうちは認識してる、そう、認識してる、なんかうちは作ったよみたいなのを、なんかそのハッシュタグ錦のうまかつとかで投稿してくれてる人が結構たくさんいて、それで、あ、このうちは持ってる人はこの人なんだっていうので結構認識したりしてます。そうそう、みんな可愛いうちは作ってきてくれて本当にありがとうございます。うん、結構うちは認知とかしてるよ、あ、このうちは持ってたらこの人かって。西馬のおかげで美を出会えて、出会えてしようかさ、え、嬉しい、ピコさん本当にありがとう、本当に嬉しいですね、ヌンビームにも出会えた、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。西馬のおかげで NMB にも出られた、もこれすごいね、名言、これも大事にしたいです。同郷です、頑張ってね。わ、ご飯粒さんも千葉、嬉しいね、一緒に千葉頑張りましょう、ありがとうございます。浦部さん、食べてありがとう、食べてありがとう。初見です、初見じゃないですよね、言ってもらい、言ってもらった私欲込めて、いや大丈夫ですよ、もうララフェルイブさんはもう昨日も初見です詐欺してましたからね、知ってますよ、確かなんかマナミンの方の配信でもしてましたよね、初見じゃないですよ、覚えてますよ、もうこれで抜けます、間違えば来ます、頑張ってね、ありがとう靴ひもさん、また公演にも来てくださいね、絶対当たりますように、ありがとう。仕事は今日も気持ちいいね、あ、ことちゃん仕事お疲れ様、今日もお疲れ様、ありがとう。今日はねハーフアップしてるのでぜひ見どころです、私の今日の見どころハーフアップ非常ボタンずっと見てると押したくなる衝動、いやわかる、確かにね、でもよくないよくない、いや見やんとこ、みんなはさ今見ててもさ押したくなる衝動があるだけじゃん、私マジでここで押したくなったらピッと押せちゃう距離だから、ちょっと見ないでおきます。9期で初めて名前を覚えたメンバーになりました、うわ嬉しい、やった、もうそのままどんどん私の沼にぜひケイチットさんどうぞ、よかったらMC 期待してるよ、うわー MC、 私 MC めっちゃ苦手なんですよ、なんか
ボケるのとかそういうのは得意なんですけど、なんか回したりとかがめっちゃ苦手で、ちょっとそこをね、あの結構目標に頑張ってるので、その目標にっていうか苦手克服みたいな感じでちょっと頑張ってるので、ちょっと頑張ります。すっぴんだから撮らない。これね、メイクしてるよ今日。メイクさんにメイクしてもらった。どう、かわいい？仲良しすぎて写真撮らないあるあるです。え、やっぱそうだよね、仲良しすぎるとさ、やっぱ写真もなんかもう一心同体みたいな。そう、西山ちゃん得意科目なんだ、なんだった？唐突、唐突やな、ゆうゆうさん。得意科目は、得意科目、得意科目難しいね。得意科目、うん、得意科目、難しい。得意科目みんなパッと出てくるんだけど、私得意科目がみんな得意じゃないから。国語、なんか利点とか好きだった。わかる？なんか古文みたいな大好きでした。あれ、中西 TikTok 世界救ってた。いや本当？でも中西 TikTok たくさん撮っちゃおう。もう2人でコスプレの予定もあるので、皆さん楽しみにしておいてください。仕事で行けない日にかけて公演あるから、すれ違いすぎて泣いちゃう。さすがにそれはすれ違い通信すぎる。ことちゃん、でも大丈夫、通信してるから、すれ違っても通信は しようね。大丈夫。でもいつもことちゃん来てくれるからありがとう。浦部さん食べた、ありがとう。今日は朝からメイク配信、ヘアアレンジ配信続きで静かに見てたから、今日倍速で見てるみたい。確かに、そっか、今日レイニャが朝ねメイク配信、ヘアアレンジ配信でやってたので、どうしよう、私もなんか朝配信でメイク配信とかしたいな。いいね、今度しちゃおっかな。はい、認識してくれてるの嬉しい。本当になんかうちは結構、うちはの話かなこれ。なんかことちゃんのうちはとかさ、ハートでめっちゃ可愛いから覚えてますよ、もちろん。初見です、わたあめさんありがとうございます。初見マークついてますし、ありがとうございます、来てくれて。みんなの白米さん、ハクハクどうぞ、ありがとう。初見に近い、いや全然全然全然子さん全然。早く会いたいよ、私も早くみんなに会いたいし、ことちゃんに会いたい。早く会おうね、みんな。8月4日楽しみだね。8月4日本当にみんなに会いたい。いやもう私最近さ、みんなへのラブが溢れすぎてさ、ツイッターにさ、みんなビッグラブみたいな書きそうになるから焦るよね。さすがにそれは追配すぎって思うんだけど。常連です、ライトワンさんは。本当にもうずっと初期の頃からさ、いつも来てくれてありがとうございます。本当にありがとう。日中はいつも通り肩出し。そう、私最近さ結構買ってる服がさ、意外と肩出しじゃなくなってきて、もしかしたら肩出し卒業かも。2回目は初見になる。全然初見に近い人全部には可愛い、ありがとうございます。ウルトラセブンさんも常連だよね、いつも来てくれ。こんばんは。壊れてるか確認ためにしてみる。ダメだよスー君、これジリリになりだしちゃうよ、壊れてなかったら。ダメです。ゆまちゃんのお宅なので、昨日わなか食べたね。もう本当にことちゃん、あの行動早いお宅、行動早すぎお宅。なんかさ、お祭りの時もさ作ってさ、で写真載っけてたじゃん、ツイッターで見てよ。本当にすごいちゃんとさ、全部なんかポテトの梱包、なんか袋みたいなのもさ作って、ポテトあれなんだったっけ、なんかさ袋みたいなの作ってて、すごいなって思った。見ました。本当に可愛い西山、ありがとう。ピコさん、よかったらピコさんの呼び方、ね、なんかさ、みんなのさ呼び方知りたいかも。なんかさ、さん付けだとさ、なんか遠くない？なんか私みんなと距離もっと近くしたいからさ、よかったらなんて呼んでほしいか教えてください。ちなみにあだ名は、
あの壇上の上位3人につけます。ぜひなんかさんかちゃんかくんか呼び捨てか教えてください。ぜひ。西沼にハマってしまいました、とんちゃん、ありがとう。西沼にもうハマってますね、ありがとう。こんばんは。山中さんソフトクリームありがとう。暑いなここは。終わった、めっちゃ。え、今何の時間？今日ね休憩して今から、うん、反省みたいな。そう聞くって感じ。え、もう全部通したん？いや最初の3曲だけ。あ、待ってペン忘れた。おわ打つ。あーもし、え、これあれ大丈夫で、髪頑張れ、できます。みんな頑張ってますね。俺は逆に手ぶらで見てるけど服装とかアクセサリーで分かると思うよ。こうやって2人は速攻買ってくれた。え、ほんと？ちょっと教えてください。ぜひ早乙女さんの服装とアクセサリー、ぜひ今度8月4日のために。山中さんかき氷ありがとう。いつも可愛いし、ありがとう。みんな天王寺の友達が TikTok めちゃくちゃ楽しみしたわよ。え、ねえねえ、今日撮るから待ってて。今日 TikTok 撮るの、このあと。え、テンナ撮れるよね。テンナ今めっちゃ汗だくになってる。まあ、大丈夫かな、ちょっと後で確認しますね。今日撮る予定だけど、さすがになんか汗だくで撮るのはあれやからちょっと確認します、このあと。メイクさんのメイクということは今日は撮影とかあった感じ？そうです、今日撮影があったのでメイクさんにメイクしてもらってやってもらいました。まあ見た目は賢く見える。そうね、めっちゃね、いろんな人に言われる。なんか昨日もなんかあの9期生のこと電話とかしてたんだけど、その時になんか西沼って見た目は賢そうだよねって言われました。まあ、賢くないんですけど。ケチットさんレインボースターありがとう。そいつ、私いつも流れ星って言ってたからさ、なんかレインボースターって初めて知って、ちょっと今グッてきた。おはよう世界、え、ミソラじゃん。おはよう世界、ミソラ、ミソラが来ました。え、いるかな、まだ今いるかな、ミソラ、ヤッホー。昨日も今日も洋服が綺麗でめっちゃ似合いますね、ありがとうございます。22時半からチーク菓子配信する予定なのに、てんてんてん丸、終わった、チーク配信する予定。え、なん、ちなみに、あ、ちょ、これダメか。何のチーク菓子するか後で連絡ください。めっちゃ知りたい。嫌い、あ、古典めちゃくちゃ嫌いだった。私古典ね結構好きだった。のりたまさんかき氷ありがとう。チーク菓子買い忘れました、どうも俺です。終わったチーク菓子配信で買い忘れた、もうそれもう終わりやって、もうジエンドで、くさ。終わる世界で君に恋する、なんか聞いたことある、それなんかあったよな、そういうの。朝配信するなら早起き頑張る、ありがとう。でもね、私自身多分 早く起きれないから、今夏休み期間だし、早くても9時とか10時とかかな、だからそんなに早くないよ、安心してください。私もマジで本当になんかだって、はい、だから休みに入ってからさ、昼夜逆転しちゃってさ、めっちゃさ寝るの遅くてさ起きるの遅いんだよね、やばい。早寝早起き頑張ります。西山なら朝からラーメン配信でしょ、いいね。ラーメン、今日の朝ごはんはじゃーん、出前で頼んだラーメンです。最悪やで、朝からラーメンすすってるアイドル、スピンで。こんばんは。グッドスプーンで会ってからハマったのかもしれない。え、ほんと？グッドスプーンで会った？なんかでもそんな話したような気がする、結構前に。そのグッドスプーンらへんでした、配信でその話したよね、確か記憶にある一瞬。嬉しい、ありがとうございます。グッドスプーンもノリノリだったんで。西山さんは釣りに来たのに釣られるのなんだろう、可愛いから、可愛いからですかね、どうですか。え、皆さん釣られてる？釣られてます？可愛いから。ありがとうございます。こんばんは。確定で会えるの8月13日から会うまで干からびちゃうわよ。あ、干からびないで、絶対干からびないで。8月13日、近っぱ、楽しみにしてるね。
ことちゃん。でも確定で会えるから大丈夫。これが未定だったらショックで泣いちゃうけど。お家に帰ってきました。あ、自転車お疲れ様です。あまたさんお疲れ。石岡美好き、ありがとう、嬉しいね。こんばんは。私も48グループのアイドル目指してます。お、アイドル目指してる方いた。みゆさん、え、じゃあぜひ、じゃあみゆさん覚えとくね。もし48グループに入ったらぜひ、私みゆなんですけど48グループ入れましたってぜひ報告しに来てください。待ってるね、みゆさんね。みゆさん覚えた。みゆさん、いつか絶対私の配信に宣言しに来てください。こんばんは。呼び捨てでカズさん、カズ、カズね、オッケー。ハクハク、あ、じゃあハクハクって呼ぶね、オッケー、ハクハク、カズね。それさ、犬足ってさ、めっちゃ難しいよね。なんかさ、ずっと前にさ、この漢字の読み方なんだって言われてさ、で、わからないってなってさ、犬足だよって言われてさ、で、なんかもう本当にめっちゃ難しくて、そう、だからトンちゃんって呼ぶ。トンちゃんね、ハクハク、カズ、ハクハク、トンちゃん、どっちでもいい、さん付けもなしてもいい。じゃん、マッチュ、マッチュ、マッチュ可愛い、なんかチュ、チュが可愛い、マッチュ。だしかの上品すぎた。あ、行った、だしかの、めっちゃ美味しくない？なんかさ、あのお店なんか女の子一人でも入れるみたいな感じのコンセプトっていうか、なんかそういう感じの雰囲気なんだって。だからぜひね、女の子のお宅もみんな一人参戦だけど、錦鯉の山勝したいよって人はぜひ行ってください。今お腹鳴ったの聞こえた？聞こえてないんでいいんだけど、結構静かの時にグーってなっちゃったからちょっと気まずい。ハマチャイホマチャイルークパンチャマ、え、これ呼び方ってこと？めちゃむずいやん、激ムズレベル100。レーニャ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 、サラのことはサラダ油くんって呼んでね。やだ、サラはサラって呼ぶよ。ちゃんと呼び捨て希望だったので呼び捨てで呼びます。サラサラね、サラサラサラ、サラダ油、サラダ油くん、サラ。ゆまちゃんのショールームプロフィールにコメント書いてきた。あ、ありがとう、あそこのコメントね。なんかもうありがとうございます。なみてむ、後で読むね。こんばんは。なみてむどうぞ、ありがとう。あ、とんちゃんソフトクリームありがとう。マツパしてますか？してません。でもね、メイクさんに今日あげてもらったからめっちゃ綺麗に上がってるんだよね。マツパはなんかコスプレで男装とかするときにまつげ上がってたらめめしくなっちゃって、で、あの男装の時にまつげ下げるんですよ、どちらかっていうと。なのでマツパしてるとなんか、あとつけまもつきにくいしね。なのでしません、マツパはしない予定です。こんばんは。公演当たったらモバイルの返信で着ていく服を書いて送るね。え、めっちゃ嬉しい。みんな公演当たったらさ、みんなさ、どういう服とかさ、どういううちわとか、どういうペンライトとか、どういう髪型で行くよとか書いてくれたらめっちゃ嬉しいし、私もああの人やってなるから、ぜひお願いします、お願いします。やっぱ2週間だな、ありがとう、オータウェイさん。ピッピって呼んでほしい。いいよ、じゃあピッピね。ピコさんはピッピ、ピッピ、かわいいピッピって。こんばんは、イベント中ですか？イベント中です。星な NM 病態、一体どんな NM 病態なのか。はい、イベント中です。今めっちゃ頑張ってます、ランウェイに向けて。でもね、私のグループ今最下位なのでぜひ応援してください。そう、ことちゃんがメンションしてくれたあの音源で撮る予定ですよ。そう、ちゃんと店内にこれで撮ってほしいっていうのを送っておいてあります。待っててください。今日の服も可愛い、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。あ、あまたさん、かき氷ありがとう。あ、みそらまだいる。
いるよ。結構俺時差でくさ終わった。ミスラシドこんにちは。そろそろ旧規制公園に行きたいと思い始めています。じゃあぜひ、そんなあなたはぜひ私がいる時に応募してください、じゅんじゅんさん。でも本当に旧規制公園ってもう曲もすっごい楽しいセトリになってるし、もう旧規制自体がめちゃくちゃおもろいので、もう本当に来て損はないと思います。絶対来たら楽しいからみんな来てください。絶対楽しいよ。すーくん、かき氷ありがとう。あ、ソフトクリームもありがとう。喋るの上手いから頭の回転は2周も早いぞ。え、本当喋るの上手い。私さ、喋るのが苦手でさ、なんか言葉選びがあんまりね得意じゃないから、こういう一人で喋るときはいいんだけど、なんか誰かと対面で喋るときとか、そうちょっと苦手なんだよね。だから MC とかさ、話し方オタク、ほんまにね、もうオタク出身、もうツイッター出身のオタクですから、追配ですから、だからもう本当に個人ツイッターできるってなったときは超絶嬉しかったけど、あんまりオタク出しすぎるとちょっとあれかなって思ってるので、今なるべく抑えめツイッターしてますね。でもいつかわかんない、もう3年くらい経ったらもうガチャでめっちゃ星4とか出た時のスクショをさ、ツイートとかやって来たこれとか送っちゃうかも。気をつけます。そういうとこほんと好き、ありがとう。じゅんじゅんさん、かき氷ありがとう。遊びに来てありがとうございます。ぜひゆっくりしてってください。9期生まだ劇場で一人しか会えてない。え、どういうこと、遭遇ってこと。めっちゃペルペルペリっていうのバレる。日産ラーメン好きなので、そうですよ。待って、日産って呼ぶ人初めて見たかも。日産独特、日産です。ドクターストップじゃないのか、ドクターストップですよ。ラーメンドクターストップ週1、週1制限かかってるの。本当は2週に1回がいいけど、まあ、でもすごい好きみたいだから週1でいいよってあの医者から言われました。逆に週1回以上のラーメンはダメということで制限今食らってるので、ショックだね。いや本当に私3食ラーメンとかの時も全然あったから、本当にラーメン大好き女。そう、昼夜逆転休みあるある、本当にね。もう今からラーメン行きますわ。ラーメン行きたい、ラーメン食べたい、ラーメン食べたい。しんちゃん、赤いペンライトありがとう。釣られてます。え、本当釣られてますか。はい、釣られてるかも。TikTok は個人赤じゃなくて NMB 旧規制赤。そう、 TikTok は NMB の研究生赤、そう旧規制赤じゃない、研究生赤、ごめんなさい。はい、としてね、投稿してるので、皆さんぜひそちらもよろしくお願いします。はい、 NMB 以外仲良くしてる48メンバーいる？いや、今んとこいないですね。でも仲良くしたいって思ってるメンバーはたくさんいます。その NMB48 の9期生のオーディションで一緒だった子とかが結構他の48グループに入ったり加入したりしてるので、それで仲良くできないかなっていうのは思ってますね。仲いいメンバーとかはいないかも、本当に関わりがないので。やっと帰宅、これでゆっくりコメントできる。お、ソルトさんおかえり、おかえりです。電車に寝てたら寝過ごした。おわ、やばい、しんちゃん大丈夫、帰宅頑張って頑張って。やっぱ私もね、電車で寝てたら寝過ごしたってこと結構あった。その学校が結構遠かったから、電車で2時間弱かかってたから、いつもその時電車で寝てたのね。もうそれで結構ね過ごしてた時がありました。こんばんは。
一周も可愛いなチュチュマッチュマッチュ新大阪のラーメン、うわうわお腹すいた、やばい、お腹の音聞こえた、グー聞こえた、可愛い、やっぱ聞こえてる人いる、終わった、ちょっと脳内消滅してください、ちょっと恥ずかしい、やばい、赤いボタン、西って呼んで、え、スー君じゃなくていいの、西こんばんは、いやでも私はスー君って呼び続けます、壇上聞けずに出なきゃ、え、いやでもナミテム2位だから先読んじゃおっか、ナミテムさん、ナミテムありがとう先に読んどきます、今までコメントがドゥルルって上行っちゃった、世界待って、どこや、待って、やばい、めっちゃお腹鳴ってる、よし来た、頑張ってください、頑張ります、アップにならないで可愛すぎてスマホ画面割れてしまう、やばいね、でも私は割っていくタイプだよ、ドアップどうですか、ドアップ西山、私ドアップ結構好きなんだよ、なんかさ最初のさショールーム始めた頃とかもさ ここら辺じゃなかった、ここら辺だったよね、だから成長したなってあります、ここからこうやって見れてるの、たまにはラーメンじゃなくてパスタの話してみるとランク上がるかも、いや皆さん聞いてください、私パスタもねめっちゃ好きなんです、パスタに関してはなんかちょっとねあの変色っぽい感じがあるんですけど、パスタはあのなんかなんだ味があんまないやつが好きで、ペペロンチーノとかめっちゃ好きなんですよ、なんかそうソース系じゃなくてそっち系のパスタがめっちゃ好きで、本当にパスタなら2人前とか食べれます、え、意外とさ大食い枠でいけるんじゃないの私、でもなそんなに大食いじゃないけど、まあ人よりもちょっと食べるかなくらい、ゆまちゃんの声めっちゃいいな、シャケさんありがとうございます、めっちゃ嬉しい、ありがとうシャケさん、こんばんは、星投げしに来た、さきちゃそう、ちょっとごめんちょっと噛んだね、さきちゃさんありがとう、本当に嬉しい、旧規制公演はいい、何の保証にもならんけど我が保証する、いやもうこれはもうでも私もメンバーも保証してるし、こうやって現に行ってるファンの方がね保証してるので、もうこれ絶対もう確定、美空といる時はどっちがよく喋る、え、なんかもう最近さなんか一緒にいてもさなんか無言なんだよね、無言っていうかなんかで無言でもなんか怖くない関係、本当に親友だよね、親友もみそらは、でもどっちも5対5 5-5 で喋ります、ツイッターフォローしといた、ご飯粒さんありがとうございます、ぜひねあのいいねとかコメントとかもたくさんしてくれると嬉しいです、たくさんツイートするから待っててください、今日お寿司食べに来てるんやけど、好きなお寿司なり好きな、マグロとエビを永遠に食べる人です、私あんまり冒険しない派なので、たまにイカとかゲソとかに冒険するけど、そこら辺食べます、なんかザ寿司、あ違う、南原西田さんにだけ会ったってこと、なるほどね、あんまり旧規一人としか会ったことないって言われてざわついちゃった、びっくりしました、南原さんで西田さんに会った、じゃあぜひ旧規制公演も来てください、待ってます、もうぜひ、ね、私たちもね旧規制公演飛び出していろんな公演に行ってね、旧規制にのことをあんまり知らない人たちにも知れるように頑張ります、知ってもらえるように頑張ります、ドクターストップ、運動ドクターストップかかってるの、運動逆に、私逆にね運動はした方がいいって言われた、あの筋肉が少ないからって言われました、逆だね、はい、こんばんは、今日は町田商店で味噌ラーメン食べました、うわ本当にもう制限がない
人生に戻りたい。ラーメン、ラーメン食べたい。制限がない世界に戻りたい。1日2杯週4ラーメン生活やめたら秒で8キロ痩せた。これ星だけど多分8キロ。ほんまに8グラムだったらどうするこれでもすごい、やばい。でもラーメン生活やめるのってきついね。でも私もさ、なんかさ、本当に NMB 入ってちゃんと医者にダイエットしようねって言われてダイエットして、ね、4キロ痩せました。これがち、しかもそれも言うて1ヶ月くらいで4キロ痩せた。そうだからさ、入った時よりもさ、お顔とかシュッとしたねって言われることがあって嬉しいです。ニヤニヤしてます。俺も1日1800キロカロリーの制限を星から言われて、ドクターかな言われてるね。料理人、料理人なの早富さん。ちょっと待って、見たい見たいです。はい、ウィンクお願い。ウィンクラーメン屋でバイトした時代マジでラーメンしか食べなかった。いや私もね、ラーメン大好きすぎて、もうあのまかないの、まかないが美味しそうなラーメン屋に応募しようかなって思ってた時に NMB に合格しました。だからもし NMB 入ってなかったら都内のラーメン屋さんで私が働いてました。通学に片道2時間弱かけて行ってました。うん、そう。また来ました、マセイさん、やっほー、こんばんは。ほんまに西ウマングースの配信見せたらめっちゃラーメン食べたくなる。ほんまにな、もう私もラーメン食べたいもん。なんかみんなめっちゃラーメンの話するし、私もラーメンの話しちゃうからめっちゃラーメン食べたい。本当に今ラーメン不足です。はい、マスノリさん、だるまありがとう、たくさんありがとう。目綺麗だよね。本当ですか、もう超もう本当ですかって言ってからここに来るまでが早い。目綺麗ですか。今日はカラコン入れてない、昨日はカラコン入れてて、今日はカラコン入れてません。ドアップは助かるまたコメント小さくしてアップがいい。はい、待って、今さ何時か分かんないけど、いけてる、みんな可愛い。ちょっと画面にひび入った大丈夫。はい、そう、初期はスマホの覗き込んでた。西山可愛いから画面から飛び出てる。終わった 3D かな。エクボピースうちは作ろうかな、ぜひ作ってください。ピッピエクボピース、点直し。まやちゃんって友達がゆまちゃん対応良すぎ、声でかい女いいって言ってた。終わった、声でかい女です、声でか女です。対応良すぎ、本当嬉しい、ありがとう。やった、嬉しい。まやちゃんにもありがとうって伝えてください、ありがとう。4日投げてます、よっしゃ、まさやさんが劇場に来れますように、当たりますように願っときました。ラジオのお仕事決まるといいね。いや、そうです、私ラジオのお仕事を、ジャンレディで今度ね8月放送されるので皆さんぜひ聞いてください。聞いてね、ジオンさんとミソラと私でラジオぜひ聞いてください。アマタさん、ハートのバーたくさんありがとう、こんばんは。カプレさん、アイスクリームありがとう。全身見たいな、全身見せてみちゃいますか。よいしょ、だっていろいろ映っちゃう。じゃーん、ちょっと下がって、ちょっと下がって、はい、よいしょ、ご飯粒さん、ソフトクリームありがとう。はい、今の全身です。おいしょ、
先輩ファンでしたが世代交代前夜公演15回行きました。やっぱり それくらい世代交代前夜公演にはもう魅力がたくさん詰まってるのでぜひ皆さん見に来てください。もうね9期生のことあんま知らないなって方でもぜひ、もう本当に NMB48 もう曲がもうとにかく神で、もう本当に楽しいのでぜひ。お寿司食べてゆまかつあげるね。ぜひ。さきちゃん染まってるね。ゆまかつ錦のゆまかつ。ごはんつぶさんかき氷ありがとう。はい。それを持ってて嫉妬したな。さらに可愛くなって、さらに可愛くなったよね。ありがとう。嫉妬しました。私もお腹鳴った。おそろっちやな。こんばんは。一番好きなラーメンは豚骨醤油ラーメン。まあ、横浜家系ラーメンが好きかな。なう、え、結構時間やばいやん。ちょっと待って、あまたさんハートありがとう。やばいみんな、もうさめっちゃやばい。あまたさんだるまたくさんありがとう。待って、めっちゃバグってる。これさもう配信できてる、今配信できてるか。よし、じゃあランキング読んでいきます。もうあなんか時計がなかったから全然分かんなかった。ランキング読みます。13位ジャーさんありがとうございます。12位千秋ありがとう。11位アンドハローさんありがとうございます。10位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。9位タダくんありがとう。3位ファイヤー。なんかさ、さっきの配信でもさ、いてくれてさ、私本当に英語がダメで、ファイヤース、なんか、す、せ、ちょっと待って。ファイヤー、ごめんなさい、ファイヤース、す、なんとかふさん、ごめんなさい。8位ありがとうございます。本当にごめんなさい、英語本当に言ってない、ごめんなさい、本当にごめんなさい。7位ごはんつぶさんありがとうございます。6位 ZRX さんありがとうございます。5位あまたさんありがとうございます。あまたありがとう。4位はかくありがとう。3位ライトマンありがとう。2位ナミテムいるかなありがとう。1位浦部さんありがとうございます。皆さん本当に浦部さんにあだ名つけようかな。これ聞こえてるかな。サーフさんごめんなさいありがとうございます。はい、じゃあ浦部だからベベッチにします。はい、じゃあ今日も配信来てくださってありがとうございました。この後は20時から21時までやって、21時からはマナミンと一緒に多分配信します。ということで皆さん遊びに来てください。またねー、バイバーイ。